アリベルト・ライマンはドイツの作曲家、ピアニスト。オペラ、リア王はディートリヒ・フィッシャー・ディースカウの提案で書かれ、フィッシャー・ディースカウがリア王を演じた。ライマンはベルリン芸術大学でボリス・ブラッハーラの指導の下、作曲、大砲、ピアノを学んだ後、ベルリンドイツオペラのコレペティトールの職に就いた。1960年代の後半頃、 まずピアニスト並びにフィッシャー・ディースカウの伴奏者として頭角を表した。1970年代初頭、ベルリン芸術アカデミーのメンバーになり、1983年から1998年にかけて母校で現代歌曲の教授を務めた。作曲家としてのライマンの評判は、シェイクスピアのリアウォー、フランツカフカの城といった文学作品のオペラ化で増していった。 その他にも、室内楽曲、還元楽曲、歌曲を作曲しているが、圧倒的に多いのが、声楽作品である。受賞歴も多く、ドイツ連邦共和国大功労十字聖賞、ベルリン功労勲章といった勲章も授与されている。近作では、クラリネット奏者兼作曲家のイエル・クビトマンに、検定された、クラリネットと還元楽のためのカントゥスが、 2006年1月13日に、ケルンの西ドイツ放送大ホールに行って初演された。ライマンも立ち会って、この作品は、クロード・ドビュッシーのクラリネット作品にインスパイアされたものだと語った。ありがとうございます。